やばいっすよもう雨。うわ怖い。うわ。カップさん。皆さん、今この地球上は大荒れに大荒れで、感謝感激あれあれあれ。これはどうしたものか。千夜ワイヤーの大騒ぎ。ヤマトナデシコシコシコシイコ。こりゃジーコもびっくり。どうしよう。やだ3人さんが冷たい目でこちらを見てる。やだバイオハザードこういう責任そう。そういうやつをロロロロロ引っ張ってこい。バイオハザード大阪大学の英語名を答えなさい。大阪ユニバーシティ。え、それガチなの？知らないです。ユニバーシティオブ大阪とかいうボケっていくあれじゃん。大阪コーン正解。よっしゃ、すごいわ。大阪大学のスクールカラーは何？スカイブルー。青なんだけど正確に言うとスカイブルー。スカイブルーとアクティブイエローって言うんですね。アクティブイエロー、アクティブイエローも反対のカラーなんですか。黄色とあと黒、黒がね、なんとかブラックなんだけど、コンセントレートブラックじゃなんかね。アニリンブラック。もう俺とお前、ね、一番なんか考えてくれるでしょ。お前キムやっぱすごいなこいつ。大阪大学工学部の学科をすべて答えて。応用自然学科、応用理工学科、地球総合工学科、電子情報工学科、あと一個何？あ、環境エネルギー。正解。よし。おお。まあ金が出たか。危ない。いやすごいな。すごいですね。危ない。だって僕応用自然学科もともと行きたかったですからね。あ、そうなんや。はい。僕電上ですから。あ、電上出身。僕基礎工学部電子物理科学科出身です。僕理学数学出身。全員じゃ部活実は違う理系対決だねこれ。確かに実は学部が違う理系対決。工学部 VS 基礎校 VS 理学部だよこれ。大阪大学出身の YouTuber で大変だないやまだ分からんで、ね、まだ分からないですよこれは。めっちゃ使えないキム・ヒョンジュン。要するにキム・ヒョンジュン。キムの本名ってそれな。はい。大阪大学出身で登録チャンネル登録者164万人を誇るチャンネル名は。なんでお前負けてんの。花尾玄関。正解。はい。前座ここまで。ここからが遊戯王。ここからが。ちょ、待って、
一旦やってみて、一旦やってみて。遊戯王デュエルモンスターズで海馬が最初に召喚したモンスター、サイクロプス。正解。俺城の内を思ってたの。城の内か。次の4人の中で城の内がお気に入りのカードは何？4人の中で、それずるない？炎の戦士。あ、じゃあこれ、1ブラックマジシャン、2炎の剣士。正解。間違えた。ケイト星ってこと？ケイト星。あ、そうっす、間違えた。覚えてください。普通のクイズとかでも言うで。あ、普通のクイズ。普通のクイズできるけど、逆にそっちの方ができない。そうしましょう、そうしましょう、そうしましょう。確かに日本で一番高い山は富士山。天保山。では日本で一番長い川は一般的に何川というでしょう。俺と分かるぞ。利根川。違うやろ。信濃川。正解。おお、そうか。利根川は多分面積が一番広い。ああそうなんだ。確かアマゾン川選手が。アマゾン川。もし、宇多田ヒカルのニックネームは？ヒカキンじゃないよ。そんなわけないやん。そんなわけない。ヒキですが。よし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 。宇多田ヒカルのニックネームはヒキ。では倉木舞のニックネームは何でしょう。分からんのよな。マイマイ。マッキー。マッコイ。リチャージ。マイキー。クッキー。メガー。ほんまにそれなの。あー、くっそー。マッコイ言うてたよ。あ、そっちか。そっちか。1970年のハイジャック派の名前でしょ。リチャード・マッコイ。リチャード・マッコイ。リチャード・マッコイ。天気予報などで現在ミリバールに変わってヘクトマスク。正解。これいいね。強い。強いな。強い。今のいけ、今の早かった。ミニバールの時代知らないですか。その時代知らへんからこんな話しちゃう。奈良時代に東大寺に大仏を作り全国聖武天皇。よし、すごい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 。以上。あとラスイチ、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 ラスイチ。これ、これ取った人がいい。これ取った人がいい。これ取った人がいい。これ取った人が1億ポイントね。1億ポイント。1億ポイント。これ結構重要なもんね。1億ポイント。ヘキサゴン。ヘキサゴン。言わないって言わない。はい、これウドと一緒ですね。ウドと一緒。次のヒット曲があるグループは？あ、じゃ無理。じゃ無理や。スカーレット。スピッツ。お願い。しゃ。よし、やば、優勝した、優勝した。1億ポイント、1億ポイント。次取ったら2億点。次取ったら2億点やってるよ。次取ったら2億点やってるよ。次取ったら2億点やってるよ。2億点いこう。フランス語で通り過ぎるという意味のパッセと港を表すポール。パスポート。正解。2億ポイント。ごめん、マコさん。はい、次3億ポイント。インフレが止まらねえよ。ドリカムのヒット曲未来予想図2の曲の中でサインとしてブレーキランプを5。よし。まあ、何が答えかっていう。そうそう、いっぱいあるし。5あるのよ。どこだ、どこだ。分岐がどん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 狭まっていって。どうすか。いや、もうええかも。はい、ということで本日の声以上になります。ありがとうございました。いやー、悔しい。